登場しますので、人気ナンバーワンで、およびタッグチャンピオンであり、シングルチャンピオン2冠王になります、ドークリー・フジエ。さあ、それに対しますね、緑のコスチューム、緑を基調としたコスチュームの男が、まあ、ライパチ・イソベという、さあ、先発同士のね、探り合いというところでありましょうか。さあ、この2人はですね、来週行われます世界観大会、はい、そちらの方でもタイタクベルトの挑戦ですね、磯部、谷口組、はいはい、挑戦が決まっているということで、ね、それの前哨戦という試合に、さあ位置づけの試合になります。さあ、やはりね、タイトルマッチの前哨戦ということもあって非常に静かな立ち合いが決まったんですね。さあ、ロングに藤井が必要にね、ちょっと相手を押し込んでいきますが、さあ、磯部もね、普段はね、あのお客さんに悪態をついたりとかね、あの選手に相手に対して悪態をついたりするんですけど、今日はそういうのがないですね。さあ、いつも以上に神妙な大持ちで、さあ、ゾングリー・フジエを見つめております、ライパチ・磯部。さあ、これ、本領者勝ちに組み合ったロックアップだ。さあ、力比べ、さあ、力比べ、やはり体重に分あるね、磯部の方が。さあ、しかし、うまく体を切り返していった。さあ、ここでも藤井がやはりね、執拗に相手を押し込んでいきますね。さあ、どうぞ藤井もね、やはり下からの突き上げに対してね、非常にうるさく思っているのか、ちょっとね、いつも以上に感情的な部分がさあ、見えなくもないですね。おっと、ここでバックを取っていた。さあ、バックを取っていたのはどうぞ藤井。さあ、そして腕を取り返していくライパチ・イソベ、さあ、このままハンマーロックで、さあ、腕と肩を決めていきます。さあ、しかし、カニバタンがうまく決める、切り返す。さあ、そして足を取っていきましたね。さあ、そして、さあ、こういうね、グラウンド展開なんですけども、チームがなかなか珍しいですね、こう静かな立ち上がりといいますか。さあ、そして、さあ、丸め込みから、さあ、アキレス腱が最後決めていきました。さあ、ここはね、磯部の足を狙っていこうというコーナーなのか、さあ、それともね、ドングリ・フジエ選手、シングルのチャンピオンでもありますからね、相手の力量を測りながら、試合を進めているように見えなくはないんですね。さあ、そして磯部が今度は逆に足を取り返しましたね。さあ、そして今度は、しかし、フジエがうまく繰り返していく、さあ、相手に攻める隙を与えません。さあ、そして腕を決めていく。肘を、腕を、手首を。さあ、しかし、磯部もね、さあ、体重95キロのぽっちゃりさんなんですけど、ここ機敏にさあ動いていきます。さあ、お腹の肉がくるくる。さあ、そして、さあ、今の側転から腕を切り返してくるのはなかなか難しい。さあ、静かなグラウンド展開が続きますが、ここで一旦ね、さあ、昇級していったところになりましょうか。さあ、互いに技を離れてクリーンブレイクとなりました。さあ、来週のね、世界観大会ではさあ、ベルトをかけて戦う、さあ、この2人なんですけれどもね。さあ、しかしここで磯部はね、正パートナーであります谷口に感じですね。さあ、そして赤コーナーはマロク・栗山。さあ、ベルトを持っているのはドングリ・フジエ選手、ラスカル藤原選手は普段は、ね、ベルトを持っているんですけど、このマロ栗山選手もね、まあ、当然実力者であると同時に、これドングリ・フジエ選手とね、出身中学校が一緒なんですね。同じ中学校なんです、はい、地元が同じということで、まあ、絆がそれなりにね、まあ、強いチームでもあります。さあ、その分ね、赤コーナーがね、チームワークにはまず不安がないといったところであるので、まさしくこれはさあ、前哨戦にふさわしい一戦になると思うんですけど、さあ、普段組んでるね、ラスカル藤原選手とはまたね、全然異なるね、性格の選手なんですけれども、さあ、しかし仮想ラスカル藤原という目でね、谷口選手はおそらく見ていることでありましょう。さあ、ロックアウトでの力比べ、やはりね、人間ゴリラであります谷口の方が、さあ、パワーは強いといったところでありましょうか。さあ、しかし話していきません。やはり谷口もね、やはりベルトを持っている一戦を控えているところもあって、さあ、しかしマロ栗山も力強いですね。試合時間5分経過。さあ、なんという怪力。さあ、そして右側に出てきた。さあ、試合を入れちゃう。
非常に物騒なのをお待たせしましたね。さあ、これはね、反則なんですけどね、ハットリリーフに粘る桐山が怖いですからね。さあ、見て見ぬふりをしていきますが、さあ、市内騒動もね、これで終わりでしょうか。さあ、市内を持って馬の栗山はそのまま引き下がってしまいました。さあ、そして田村が出てまいりました。王者ドーク藤井、さあ、この谷口と藤井の組み合わせ、今日は初ということで、やはりロックアップでスタートになりましょうか。いや、ここは手よっちですかね。さあ、まずは力比べから、さあ、お互いの力量を図ろうというところになりましょうか。しかし手が合わない。さあ、手よっちの対戦谷口選手イライラしてますどんぐり藤井はね、もうしてやったりの表情をしてるんでしょうね。さあ、こっちからね、藤井選手の表情見えないんですけど、こういうね、ああいう駆け引きとなるとやはり藤井選手の方が上ですからね。さあ、谷口博明、さあ、その性格はね、さあ、関西の筋肉バラですからね。なんという怪力。さあ、ちょっと一発でこの上尾町ハイハイタウンが一気に沸騰しましたよ。これ藤井選手の胸板にね、おそらく谷口選手の手の跡が残っているんじゃないでしょうか。すさまじいチョップでありました。さあ、そしてフライングメイヤーから、さあ、スーパーホールド、さあ、ウーパチーソベが、さあ、ここに来て、スタッフの、ね、スタミナを奪っていく作戦になりましょう。スリーパーホールになります。さあ、ここで、あ、腕を決めていきましたね。さあ、片腕を巻き込んで、さあ、リベンジしました。さあ、ウーパチーソベ選手、なかなかね、さあ、よく考えて技を仕掛けていきます。さあ、そして、青コーナーはね、さあ、なかなか素早いタッチワークでね、選手はめぐらくさあ、映ってまいります。さあ、そしてまた顔面の踏みつけですね。さあ、これも反則なんですけどもね、ハットリフリー選手はさあ、さあ、ハットリのね、さあ、精神をさあ、受け入れ、さあ、ファイブカウント以内、さあ、プロレスはね、あの反則 OK、 なんかファイブカウント以内まで OK、 さあ、非常にね、あの面白いルールになってますからね。さあ、そしてまた力づくでいきましたね。ただひたすら力で相手をコーナーポストにぶつける、なんて技でしょうか。さあ、そしてもう一発いくのか、違う、今度はおお、体格コーナーだ。さあ、体格コーナー、さあ、首根っこを捕まえてね、コーナーに相手の頭をぶつける。さあ、コーナーパッドも結構薄いですからね。そうですね。さあ、このコーナーパッド新しくなってからね、非常に硬いと選手から不評を感じますからね。さあ、その硬いところを頭でぶつけられたら、それは当然痛いと決まっているわけであります。さあ、どんぐり振りが少々不利な展開になってきましたが、ちょっと捕まる時間が長い気がしますね。さあ、そうこうしているうちに今度はライパティーソングがね、さあ、試合に出てまいりました。さあ、西入りが差し込む中、さあ、戦うのはね、磯部と藤井。さあ、そして磯部がボディースタンド。さあ、そしてそこから何を落としていくのか、出た、フライングソーセージ。さあ、まさしくね、肉の爆弾であります。場外行くぞ。おっと、場外の宣言、場外宣言、お客さんに優しくさあ、できない、窓を栗山を落としてはいけない、窓を栗山を落とすな、窓を栗山を落とすと偉いことになるぞ。さあ、そして試合の権利を持っているのは磯部と藤江。さあ、そして一番場外に出したら危ない男、窓を栗山を場外に落としています。谷口、なんとかして窓栗山の暴走を止めてくれ。何をするか分からない。そして、お客様、選手からお離れください。お客様、選手からはお離れください。いや、場外予告をしてくれる分にはね、まだ逃げやすいとはいえ、やはり場外に行かれると面倒ですね。危ないです。はい、特にこの張り上げ危険なんで、下がって選手からお離れください。さあ、試合展開は、権利を持った磯部と藤江が、さあ、ダイビングトラックの方向でね、何か戦っておりますが、はい、選手からお離れください、選手からお離れください。どうしたい、はい、選手からお離れください。さあ、磯部が悪態をつき始めましたね、そろそろ。さあ、
応援しようじゃなくて応援したじゃん。おっとさあこちら本部席の前あたりですね。あの気をつけてください。選手からお離れください。選手からお離れください。セコンドもね、お客さんの前に入って一気を守ってくださいね。お客さんセコンドの皆さん、さあお客さんを守ってください。試合が10分経過、10分経過。さあここは場外編から、さあ帰還してまいりました磯部と藤江。さあ、リングに帰ってきたら、ね、磯部の方がやはり優勢ということで、さあどんぐり藤江がロープブレイクでね、さあ九死に一生を得たわけではありますが、さあどんぐり藤江が、すごい音がしました。これはね、藤江のチョップよりもね、磯部の、ね、腹の肉の厚みですね。あの音が出るのはこれは強烈だ。さあブク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 ね、お菓子ばっかり食べて、さあこのお腹を作っております。今日コンディションはね、上々でありますね。さあライブ始まって車の中は常にお菓子のね、食べかすでに強烈だ。ロープに向かって走っていたところで、気をつけてください、気をつけてください。はい、どうもありがとうございます。選手から離れてください。選手からお話しください。赤いコーンは大丈夫でしょうか。三角コーン大丈夫ですか。壊れてないですか。ああそしてあっとおおっとバックステージに行くのが楽しいですね。さあそしてお客磯部15分の経過です。ようやくリング上に戻
戻ってきました。いや今のそうで私相当疲れましたよ、これ。いやどこを見ていいのか。とりあえず、ドングリ藤井が優勢で帰ってきましたね。はい、今試合のペースを握っているのは藤井なんです。さあ、そして試合時間は15分経過したところの、マロさん、さあ、マロ栗山を呼んでいますよ。マロ栗山選手、カップください。さあ、スタンバイと言ってますね。で、何をするかやりましょうか。さあ、どっくり藤井、なんてことをするんだ。さあ、リンクの上がビシッ。今日は困りますね。さあ、とりあえずどっくり藤井がね、さあ、口に含んだ水をね、相手にそのまま口から口に移すという、非常にね、これはハレンチで、蛮行ですね。蛮行に出ましたね、これ。さあ、そして急ぐとしゃくれた顎を踏んでいきます。さあ、谷口が絵づいていますね。当然ですね。さあ、そして顔面をストッピング。さあ、どんどん藤井が、おっと、顔面をね、さっきするように踏みつけたんですけど、水で滑りましたね。さあ、自らの水で滑ってしまいました。さあ、そして赤コーナー側は、おい、はい、タッチが成立でマロクリアが出てきました。さあ、マロクリアも、もうマロクリアも選手ね、見ても分かる通り悪い人ですね。はい、さあ、髪の毛です。髪の毛を掴んでおります。さあ、そして大外刈りから出たー、急所へ、はい、急所へのヘッドバット。さあ、急ぐのね、あの部分で、ね、鍛えることができませんからね。さあ、そして体重100キロのエルボードロップ、そしてフィストドロップ。さあ、肩骨をね、相手の額に落とすという、さあ、非人道的な技でありますね。さあ、そして磯部が少々不利な状況を作るか。そして磯部の耳のあたりを削るような、磯部の耳のあたりを削るようなストップでしたね。谷口が耳をちぎるなと注意しましたね。なかなかない。これはね、まだ耳ですか？耳狙いでしょうか？さあ、ちょっとこちらから見えないんですけどね。さあ、それがしんどそうな表情してますね。わーっと、これは思ってるより痛いやつですね。さあ、コーナーパッドを取り外す。それで、さあ、そして友達タクシーキック。さあ、このまま3人減った。おっと、これは挑発的なキックだ。さあ、ドッグリー藤井が何やら指示を出すと同時に、マロクレオが鎖を持って赤コーナーの近くに寄ってまいりました。これは不穏ですよ。この鎖を使って一体何をしようというのか。さあ、試合の権利はマロ栗山に移った。さあ、そして鎖を使って、鎖を相手の首にかけていきました。さあ、磯部が首輪を掴まれた。さあ、犬と同じ状態になってますよ。そして、あーっと、一本取りですね。さあ、無条件で、さあ、出ました、公衆権。シナリコラッキー、あーっと、引き目が引き目が急ぐ、急ぐを助けたいんですけどね。これ急ぐを助けたいんですが、助けるほど急ぐがピッチになるという、谷口、たくさんの筋肉バラがこのままですよ、本当に。やってしまいましたね、今。いやー、谷口選手ね、体力だけじゃなくてね、こう頭の力もね、ゴリラと同じぐらいですね。いや、谷口でも多分ゴリラの方が賢いですね。
さあ、ライパごめん、相棒であります。さあ、ライパチクソブ、よりピンチに追いやってしまいました。さあ、谷口、これがきつい、筋肉バカの代償がきつい。さあ、そして、終わりやと宣言し、ブレインバストの体勢。そして、しかし耐えるのは磯部。20分経過、試合時間20分経過。さあ、パックを取り返していきました。さあ、そしてさらにエルボー一撃。さあ、しかし、耐えるのは勝った。出てまいりました、谷口。さあ、大きくですね。そして100キロ近い孤独のタングガムスタイルを下げる。さあ、そしてコーナーに控える藤江にラリアット。そしてブロックだ。ラリアってますね。いやー、もうまだ、ね、人間クリアでやりましょう。そしてフィニッシュ宣言、何をするんだ谷口博明。さあ、相手の足を抱え込んでの逆指固め、これは強烈だ。さあ、藤井の構えが荒く方向に曲がっていくが、さあ、マロ栗山が背後からさあ、入ってまいりました。さあ、そして青コーナーは、さあ、素早いタッチワーク、ラインパチ磯部が出てまいります。さあ、第一発に袖が、さあ、藤井の手をかけ、さあ、そしてそのままブレインバスターの体勢に入った。さあ、ブレインバスターで投げるのになりましょうか。ブレインバスター。さあ、横通りブレインバスターで投げていきました。さあ、そしてカウントが、カウントは2つ。さあ、第一発に袖が、さあ、この試合を優先に進めて、さあ、来週のさあ、タイトルマッチに向けてやはり1ステップ欲しい。さあ、この一戦で、ね、さあ、パートナーが違う藤江からさあ、勝ち取ることができる。危ない危ない危ない。さあ、選手からお話しください。選手、いつ落ちてくるか分かりませんからね。さあ、続いてはどうもショルダータックル。さあ、そしてカバーに入りました。カウントは、さあ、2カウント。さあ、そして磯部が何やら指示を出しました。さあ、青コーナー側の2人はさあ、さらに何かを狙っているというところでありましょう。さあ、チョップとエルボーと、まあ、打ち合っていきます。またチョップを打っていく。さあ、強烈なチョップだ。さあ、そしてカバーに入っているカウントは2つ。さあ、そして磯部が何やら指示を出しているが、さあ、2人がかりの攻撃がまだ続くのでありましょうか。さあ、2人まとめて、しかし藤江が止まって、2人まとめて涙をしていった。さあ、そして赤コーナーに引き掛けるのは鬼畜大帝、マロ栗山。さあ、今度はどのような鬼畜の処理を、顔面を蹴る、なんとシンプルな顔面を蹴る、倒してアートミックドロップ。磯部のお尻が2つ割れる。さあ、そして今度は何をするんだ、何をするんだ今度は。さあ、そして栗山がコーナーに登って、おーっと、危ない。さあ、栗山が登ったコーナーの動きが悪かった。さあ、少々危ない場面もありましたが、さあ、アウトスプラッシュ、カウントは2つ。さあ、ここで得意技の一つが出ました。さあ、マロ栗山、さあ、ペースを握ったところで赤コーナーはタッチ。さあ、タッグチャンピオン、ドンクに藤江が出てまいります。さあ、そして、さあ、スペースボールゲームを、そしてボディスクラッシュ。さあ、そしてボディスクラッシュ、流れるような連携だ。そして先頭、クソ重たいやつ。さあ、栗山選手のその場先行で実はベルラッシュなんですよね。滅多と見せない技を今度は見せつけていきました。さあ、ここで藤江が次の攻撃仕掛けてドロップする。さあ、試合時間はここで25分経過、25分も経過、25分ですか、もう25分経ってますね。
この試合はですね、30分ですので、さあ残り時間があと5分となりました。さあ、あと5分で、さあ、果たして決着がつくのでやりましょうか。おーっと、今までこそ決めに行かないと。谷口のお尻が危ないことになっている。これは止めないとやばいやつですよ。これ一部のお客さんにはすごい受けるやつですね。さあ、谷口選手のね、さあ、お尻が穴が拡張されてしまいました。さあ、そして、さあ、フライングクローズラインとライダーボムの連携技、さあ、これは、さあ、セミパーソナルになっても、さあ、十分、攻撃の仕掛けのことで、あっ、ワンスタートです。王者ドングリー藤井、さあ、そしてこの2人がかり仕掛けていくぞ。これはキャノン藤井勝った。さあ、これはカウント2つ、カウント2つ。さあ、このね、青コーナーのね、タップのね、さあ、連携技が一番強烈な技と言われている。さあ、3Dをね、両手返してきました。さあ、残り時間3分。さあ、残りの3分のところで、谷口博明、自らの得意技であるチョークスナップをやっていく。うわーっと、強烈なチョップだ。もうこのチョップは食らえた。チョークスナップを高々と。さあ、しかし、幅に入るが、ロープが近いか。ロープレイです。ちょっと場所が悪かったですね。さあ、場所が悪かった。谷口仙台チームのチャンスを逃がしてしまった。さあ、そしてここは青コーナーの磯部に、さあ、スペートを託すところでありましょう。さあ、そして決めるの宣言。さあ、ここでマロ・キネを抑え切る必要がある。さあ、試合時間が間もないの、試合時間がほぼ間もないの。さあ、別名のスプラッシュマウンテンと言います。さあ、カウント終わりだった。残り時間2分。もう出し惜しみしてる場合じゃないですね。はい、もう持ち得る技を全部ぶち込んで、さあ、決めるしかありません。さあ、これ特段の村越郎の対戦か。さあ、残り時間に、返していく。さあ、しないのうちにもなるほど、谷口がラリアットで返していった。さあ、リングの裏、この国籍だよ。さあ、もう勝敗がどっちに移ってももうおかしくはない。さあ、試合、来週の世界観を、さあ、タッグのベッドは党のコードが言ってる場合ではありません。目の前のこの試合が、行方がもう本当に分からなくなりました。さあ、これはエルボーの打ち合い。さあ、エルボーを連打していきます。残り時間1分。残り時間30秒。
チャンピオン、徳井内。今日は30分じゃ勝負がつかんかったみたいや。ただおい、来週は今日の倍の60分あるぞ。ただおい、60分もダラダラ試合するつもりはないから、お前らもよく聞いとけ。来週日曜日、世界観支援最強と言われ続けてきた富士通がベルトを巻くのが最後の日や。なぜなら俺と谷口が来週のタッグベルトを取るから、お前ら楽しみにしとけよ。まあまあいいよ、はい、拍手がないの分かってるわけや。俺らのことが嫌いやったらブーイングぐらいしてみろ、アホ。このカスだから、お前らカスなんじゃ、カス。ということで、お前らカスなのに最後に一言だけ言っといたら、 You are Y。 しては今日は優秀な方やな。ああ、まあまあまあ、前哨戦はおい十分に楽しんだ。おい、今日は正パートナーのおいラスカル藤原がおらん。おい、マロ栗山で十分と思ったけど、まあ思った以上においい粘ったな。おい、ただ来週は1+1が2じゃなく、富士通は1+1が100にも200にもなるタッグでここまで上り詰めてるんで、来週は藤江藤原がベルト防衛するところ、ぜひともご観戦お待ちしています。おい、急げ。おい磯部と谷口が、おいベルト取って、おい支援変えろ、おい帰ってみろよ。おい、何が変わんねん、お前らがベルト取って、おいその姿、おい今見てる、おいここにおる連中にお前が身をもって、おい証明してみせろよ。おい、それぐらい、おい根性を入れて、おい挑戦してこい、話を。おい、まあ門前払いで終わらすので、来週は世界観でお待ちしています。今日は最後までありがとうございました。